第一の体操、横隔膜の運動だ。うるるるわー。朝からうるせえ。ということで2日目です。はい。早速巡礼開始です。昨日行けなかった白羽ちゃんの釣りスポットへ行きましょう。現在6時半過ぎ、今日もファウストさんと待ち合わせしてます。最も潮が引いているタイミングは朝のこの時間しかないので早起きしました。今日は1日雨予報。聖地巡礼しがてら直島でのんびり過ごします。今日もネタバレ注意です。で、昨日は早く眠れたんですか？いいえ、折り紙を売っていたり、サマポケのビジュアルファンブックを読んでいたりと、巡礼者が残していったであろうものを漁っていたらすっかり夜中に。あれほど早く寝るよう言ったのに。旅先によく訪問者が一言を残していくノートとかあるじゃないですか。ありますね。あれに思いを綴ってたら1ページ丸々費やしたりしてました。もはや怪文書。母親に早く寝なさいって言われても夜更かししちゃうあたり夏休みにありますよね。誰が母親か。もう潮の匂いがすごい。さて、ここの浜辺なんですが、ゲーム本編には出てきませんが、海ちゃんのキービジュアルの場所になっています。確かに一見だと分かりにくいかもですが、後ろの山や堤防の形が同じですね。その後ろの堤防が白羽の釣りスポットなので、さらにそこまで歩きましょう。あのキービジュアルは海ちゃんの前にもすでに足跡があったり、白羽の釣りスポットの反対を見ていたりと、一枚の絵にいろいろな意味が含まれてますね。この砂浜にも足跡がありますね。海ちゃんですかね。ファウストさんかもしれないです。夏休みを繰り返すファウストさん。軽いアスレチックコースですね。満潮時が危ないのもうなずけます。アスレチックコースはまだ続きます。枝が飛び出している。満潮時に足を滑らせてドボンなんてのは避けたいコースですね。よっはっ。うおー、これが来られる白羽ちゃんって結構タフですね。人が来そうもないですし、ぼっちには最適な場所かもですね。ちなみにこちらも私有地みたいです。なるほど。聖地巡礼者は黙認してもらっている感じですか。謎の小屋や石碑があって、元は何に使われていたのか気になるところです。だいぶ老朽化しているように見えます。でも釣りをするには最適ですね。この辺で一家団らんもできそうです。その後ハウストさんと合流しました。では次の場所へ号です。あれ、その場所って海の家と浜辺ですよね。昨日行きましたよね。はい、ですが潮が引いている今なら昨日より CG に近い写真が撮れるのではないかということで、ファウストさんと浜辺に向かってます。なるほど。ありがとうございます。知らない人同士でもすれ違ったら挨拶する習慣に島の温かさを感じますね。私は渡りの人だと思われてたりするんでしょうか。クローズ。こちらの方が CG に近いですね。満潮との差がえぐいです。 CG と同じ景色を撮るには天気や潮の高さを計算しないといけないので大変ですね。ファウストさんと別れ、一旦石井商店さんへ戻ります。実は朝食を食べてなかったんですね。当たり前のようにカップうどん。久しぶりに食べるとすごく美味しく感じます。まあわかりますが、匠の温め具合でした。それは冷凍食品の感想では。その後、おかみさんとしばらくお話ししていました。定休日である今日月曜日はお店もお休みなので、おかみさんもゆっくりされていましたね。サマポケ民が来るようになってから、毎年夏は予約でいっぱいだそうです。ちなみに来年の夏もすでに埋まっているとのこと。もう来年まで。今回サマポケではなくオタポケになった理由がこれだったりします。おかみさんいわくまばらに来てくれるとありがたいとのことだったので、皆さんぜひ夏以外でも聖地巡礼してみよう。ちなみに再来年以降はまだ予約を受け付けていないみたいです。この後お餅をごちそうになりました。こういう心遣いは嬉しいですよね。お腹の中で力うどんが完成しました。再びハウストさんと合流し、石井商店さんの前です。実はすぐそばにもまだ聖地がありまして、それがここです。この場所ですか。はい、キーのカレンダーに載っている飲み木が座っている階段の聖地とのことです。
と思っていたのですが、実はここが聖地じゃないと後々発覚しました。ですよね、木も塀もないですし。でもせっかくなので階段を登ってみました。ちなみにあの絵の本当の聖地は直島の八幡神社にあります。またいつか成瀬神社と一緒に巡礼パターンですね。この階段の奥はどうやら城跡のようです。ほう、戦国時代に直島、沖島、女木島を治めていた者が建てた城の跡です。その名を高原城と言います。うお、高原ってあの高原ですか。おそらくサマコケの主人公の名字もここから来ているのでは。おそらくというか絶対そうじゃないですか。漢字が違うのが少し気になりますが、高原は城の名前と同時にここを支配していた者の名字でもあります。もしや入りの鳥城島への脆弱の正体は先祖の血が反応したからなのでは。まさかの親切。そして石井商店さんへ戻りチェックアウトをし、お世話になりました。ファウストさんとブラブラ直島を歩きます。なんだこのでっかい白ぶどうは。アート作品の一つですね。中は駐輪場になってます。ここから先は聖地要素は薄めになってますが、よろしければお付き合いいただけると幸いです。純粋な直島観光はまだしてませんでしたね。まあ今回ベネッセの美術館は回らないのですが、あ、ここ本当に駐輪場になってますね。夜はライトアップされるのだとか。へえ、見てみたい。そして夏はクーラーが効いて涼しいそうです。美術品の中にクーラー。ファウストさんとお話ししながら港へ向かってます。直島も昔は海賊の被害が多かったそうです。瀬戸内海だとそうですね。攻め込んでくる海賊対策として島の中の道は複雑になっているらしいです。え、事前に調べたんですか。ファウストさんがそう言ってました。受け売り会。そして役場前でサマポケのステッカーが貼られている車を発見。これってまさか役所の車だったりしますか。かもしれません。本当に島全体に受け入れられてますね。そして宮の裏コーンの赤いカボチャまで来ました。直島で代表的な草間弥生さんの作品ですね。中に入れます。では月曜日でもやっている食事処を求めバスで移動です。ランチタイム。そして到着。あ、ここなんですね。こんなこともあるんですね。そんなことが通常なら開いているみたいですが、これぞ島クオリティですね。ということで他の食事どころを探しブラブラ、そしてスパーキーズコーヒーというお店に辿り着きましたので正気を取り戻してください。食事メニューあるんだ。ゆかりさん、店内も良い雰囲気ですよ。すごいアメリカンな感じ。ランチメニューのシーフードチャウダーピラフを注文。おお、すごく美味しそう。クリーミーでボリュームもあって最高です。というか初めて直島のものを食べた気がします。お菓子以外で。あとブレンドコーヒーも大ボリュームです。これはもうジョッキですね。さて直島の次は女木島へ向かうのですが、それは明日。直接船は出ていないので高松を経由します。本日は高松に上陸し一泊です。船の時間までまだありますね。なので直島パビリオンを見に来ました。これも中に入れる作品ですね。この金網の上で四天王スクワットをしてみたいものです。大人になりましょう。さて船の時間までまだありますね。そうなんですよね。なので先ほどのスパーキーズコーヒーさんへ戻ってきました。お店の人も驚いていることでしょう。次はデザートのムーランズブリュレオーダー。これは間違いない。そうしてファウストさんと船の時間まで語らっていました。さて出航の時間です。ファウストさんには本当にお世話になりました。そうですね、おかげで充実した2日間になりましたし、ツイッターで知り合った方と会ってここまで楽しく語り合えるとは想像してませんでした。またいつかご一緒したいものです。ありがとうございます。一つ思ったことがあります。何ですか。名作とはいえまだアニメ化もされておらず、有名とはいいかたいサマポケという作品をなぜ直島の人たちがここまで心よく受け入れてくれるのかずっと疑問だったのですが、それが分かった気がします。ほう、島全体が美術館のようで、様々な芸術を受け入れてきた直島の人たちにとってサマポケも一つの芸術として受け入れてくれたのではないかと思いました。そういう考え方もありますね。また私より前に巡礼した人たちのマナーがとても良く、島民ファーストで考えてくれる方々ばかりだったので、それも一つの要因でしょうかね。まあこれはファウストさんが言っていたことですが。そっちは受け売りですか。でも聖地巡礼者が増えるとマナー違反者も増えることは問題になってますからね。アニメ化されてもそういった問題が起こらないことを祈りたいですね。全くです。高松港到着ですね。さて、ついに明日は女木島と沖島です。
なので今日はうどん送って快活クラブで一泊。写真ブレてるじゃないですか。実はこの快活クラブは自転車で日本縦断してた時も泊まってまして、通算3度目のお泊まりです。河原町駅前のこの風景も懐かしい。はい、では2日目はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。